皆さんこんにちは。最近涼しくなってきてマットリップを使いたい季節になったので人気のプチプラマットリップを比較レビューしていきたいと思います。今回比較するのはこちら。先にお伝えしておくと以前オペラのリップは PR をさせていただいています。ただこの動画は PR ではなく完全に私の意思で制作していますのでご了承ください。まず全種類比較してみました。色は抜きにしてどの仕上がりがお好みですか？選んでみてください。皆さんが選んだのはこちらです。それぞれのリップをまとめるとまずロマンドのブラーファッチティントは全部で15色展開各1199円です。テクスチャーは固めのマットリップで一度塗りだとちょっと透け感があるぐらい二度塗りするとしっかり色がついてくれます。匂いは結構甘めのチョコとかバニラみたいな感じでパウダリーなマットなのでマットリップが好きで唇が乾燥しにくい方におすすめです。エチュードのフィクシングティントは10色展開で1485円。テクスチャーはみずみずしいリキッドタイプで綺麗に伸びてくれて時間が経つと見た目がマットになっていきます。匂いは甘さがあるのと少しケミカルっぽさが強いかなと思います。唇に染み込んで密着するタイプなので色も落ちにくいしティント力も強いのでこちらも唇が乾燥しにくい色持ち重視の方におすすめです。ケイトのリップモンスタースフレマットは5色展開で各1650円。テクスチャーは最初は液状でしっとり感があるんですが時間が経つとふわっとしたマット質感に変化していきます。匂いはほぼ感じません。これも唇にしっかり密着してくれて寄りにくいし落ちにくいです。カジュアルになりすぎない上品なマットリップが欲しい方におすすめです。続いては B アイドルのムッチリップ。私が使っているのは限定色ですが定番が5色で各1540円です。テクスチャーは最初マットリップとは思えないようなクリーミーさでしっかり発色しつつ滑らかに伸びてくれて匂いは強くないですが少し甘めの香りがついています。特にマットリップに苦手意識がある方にぜひ使ってみてほしいです。 Into You のスーパーマットリップ&チークマットは全22色で各1430円です。こってりふわっとしたテクスチャーでスフレ感があります。さらに保湿感しっとりさもあるのでかなり使いやすいトレンド感のある仕上がりです。匂いは結構しっかりめに甘い香りがついています。かなり使いやすい質感でふわふわの仕上がりがとっても可愛いですし商品名の通りチークにも使えるのもメリットのリップです。オペラのシアーマットリップスティックは全5色で各1980円です。しっかりマットではなく透け感とほんのりツヤがある仕上がりでバームに近い滑らかなテクスチャーと軽いつけ心地匂いはありません。これはマットリップに苦手意識がある方にこそ使ってみてほしいリップで程よい透け感と使い心地の良さがおすすめのポイントです。ホリカホリカのバターブラーティントは全部で10色各1210円です。もったりしたスフレ感のあるテクスチャーでありながらしっとり保湿感もあるふわふわな唇にしてくれます。匂いは少し甘めぐらい韓国コスメらしいふわっと柔らかな印象の唇にしたいけど乾燥が気になるという方におすすめです。ロマンドのゼロベルベットティントは全20色で各1199円。テクスチャーはスフレ感があるけど気持ち緩めの柔らかい質感で完全マットにはならず気持ちツヤが出る仕上がりです。色展開も豊富だししっかり発色で香りは気持ち強めでフローラル系の香りがします。マットリップといったらリキッドタイプで乾燥しがちだったんですが初めてこのリップをつけてマットリップが好きになったほどつけ心地のいいリップです。クリオのシフォンブラーティントは全13色で各1490円。テクスチャーはロム&のゼロベルベットに近い気持ちツヤがある柔らかめの質感で薄く伸ばすとしっかりマットになっていきます。匂いは強くなくてフローラル系の香り今新色も続々発売されていて大注目のマットリップです。ではこちらの9種類を比較していきます。まずは8色それぞれつけてみました。どれも綺麗に色づきますが一塗りで唇の色をしっかりカバーしてくれるのはロム&のゼロベルベットと B アイドル。色が染み込みながら発色してくれるのはケイトとエチュードでマットの硬さもありつつ色づくのはホリカホリカイントゥーユークリオ。ロム&のブラーファッチは多少唇の色が透けるかなくらいで一番薄付きなのはオペラです。続いてはつけ心地について。どれもつけ心地がいいと感じるマットリップばかりですがやはりシアーマットのオペラは軽いつけ心地でほとんど唇に負担がないサラッとした使用感です。見た目がしっかりマットなのに保湿感を一番感じたのは B アイドル。
圧倒的しっとりさで乾燥知らず、クリーミーなテクスチャーで伸びもよく、マットリップとは思えない使用感です。次に使用感がいいと思ったのはクリオとゼロベルベット。クリーミーというか、いい意味で気持ちオイルっぽい印象かなと思います。スウォッチしても少しツヤが残るテクスチャーで、滑らかに伸びてくれて使い心地がいいです。続いてクリオとゼロベルベットと比べて、より見た目がマットになりつつしっとりさも感じるのがイントゥーユーとホリカホリカ。テクスチャーはマットリップならではのもったり感はありますが、パサつきは感じず唇の上に綺麗に乗ってくれます。エチュードはもったりしたマットリップではなくて、気持ち緩めのテクスチャーで唇に染み込むような感じです。ケイトは最初はクリオとかゼロベルベットと似ているんですが、時間が経つとより薄く唇に密着してくれます。一番保湿感が少ないと感じたのはロム&のブラーファッチ。パウダリーな印象で、仕上がりは完全にマットな分、つけ心地もしっとりさは控えめな印象です。個人的にはどれも乾燥しにくいと思いますが、あえて選ぶとすると、乾燥しにくいと感じたのは B アイドルかなと思います。保湿力も高いし、テクスチャーに重さというか厚みがあることでしっとり感が長続きします。逆にエチュードはティント力が強いので、乾燥が気になる方もいらっしゃるのかなと思うのと、ブラーファッチも見た目は超可愛いマットですが、保湿感は低いので、他のマットリップと比較すると気持ち乾燥するかもしれません。それでは仕上がりを見てみます。通常時はこちら、少しツヤが残るのがオペラです。ロム&のゼロベルベットとエチュードも気持ちツヤっぽいかなと思います。それ以外はマットが強めです。縦じわに関しては濃い色が目立つ傾向にあると思うので、完全に比較することはできませんが、どれも目立ちにくくて使いやすいマットリップだと思います。ピタッと薄く密着するリップが好きな方にはエチュードかケイト、ナチュラルメイクが好きな方にはオペラ。ふわっとした見た目としっとりさを兼ね備えているのが B アイドル。スフレ感のある可愛いマットリップを作れるのがホリカホリカ、ゼロベルベット、クリオ、イントゥーユーで、よりパウダリーでマット感が強い見た目が好きならブラーファッチかなと思います。この動画が参考になりましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。